食った。おー、びっくりした。食った。はい、こんばんは、村岡正則です。今回の動画はアンカーシーバスを狙ってきた企画です。今回第5弾かな、第5弾になるゲストは、まず一度ね出ていただいたんですけど、スーパーゲストをお呼びしました、大野英一さんです。はい、今日はランカーシーバスを狙ってきた企画。そうなんですね、うん、今日のおやつは何だろうなじゃないんですね。そっちが主題かもしれないまあ前回ね、2011年、はい、だいぶ前ですよ。2019年の11月。3年前ぐらいですね。ね、はい、そんなに前？じゃあ2000年もいや。はい。で前回2020年の11月だから1年ちょっと前、ね、うん、ジャンポールエヴァンっていうすげえチョコ。俺あれかずっと言ってる。2ヶ月1回は買いに行く銀座。今日それに負けないぐらい美味しいやつを持ってきてるんで。じゃあ早速食べますか。っていうのは置いといて、まあ、3月1週目なんですけど、どうですかこの時期のワンオークは。この時期のワンオークやっぱ暖かくなってきて、うん、今日超寒いんですけど、うん、いろんなベイトが出てくるような時期だと思うんで、魚数はなんか1週間前より格段に増えたなっていう印象が強いですね。まあ、港湾部で釣りしててもこうボイルしてるのとかちょこちょこ見るし、うんうん、なんかいい感じに、なんかどこもいる感じじゃない。そうなんですよね、薄い鯉はあるんだけど、うんうん、それなりに入ってるんじゃないかなって。なるほどね。今回ね、春のランカーを狙うことで、今までのゲストの方は東京ワンオークのねめちゃくちゃ詳しいって人ではなくて、かつね釣りの名人だったり、今どこかで釣りすごい人たちだったり、せっかくこの2人なんで、今日はランカーシーバスを探しながらやるみたいな趣旨でもね。分かりました。で今こんな場所にいるんですよ。これは川の真ん中にある浅瀬です。で1メーター3メーターみたいな感じで、こんな場所にまずつけてみたんですが、狙いとしては何が、今揚げ潮だよね。今日は潮回り良くないから、こう潮、そうですね、まあ、ダラダラって流れるんじゃないかなと思うんですね、うんうん、だから潮がかっ飛ぶようなことはあったとしても、そう潮の下げの後半とかはガンガン流れると思うんですけど、うんうん、それまでは結構ダラダラまったりしてるんじゃないかな。バチ出るのかな、ギリギリ出るかもしれないですね、まあ、網もちょっと深いかもしれないですけどね、網、うんうん、深いかもしれないけど入ってると思うし、うんうん、河口域なんでイワシもね入ってきてる可能性高いと思うんで、うんうん、まあ、何かしらベイトはいるんじゃないかな、それなりと魚探見てても思うんですよ ね、うん、じゃあ早速やってみますか、うん、じゃあ頑張りましょう。大野さんって何のルアーですか。大野さんのルアーです。大野さんのルアーが山のようにある俺より倍ぐらいいったかな、何個も通算プロデュースルアー、大野プロデュースっていう名前がついて、数えたことないから分かんないけど30アイテムぐらいあるんで、それぐらい近いと思います、うん、これ多分20とかだと思うんで、 1.5 倍ぐらいの名作揃いで、まだまだいろんな作ります。まあね、なんかもう無限だよね。そうなんですよ、どうしてもチューニングをしたとしても無限で、どんなに大ヒット商品って言われてるものを自分で作れて、それ使っててもそれをさあと1センチ長いの欲しいなとか、あとちょっと重い欲しいなとか、ね、ちょっと重い欲しいなとか、それは絶対出てくる。キリないよ本当に。それをやるかやんないか、ね、やり始めちゃうとキリがないし、でも個人的には必要かなとは思うんですけどね、うんうん、こういうのまずはマリブですかの大きい方ですね、92ミリの方マリブ12。私はスーさんでしたいと思います。いやでもなんか雪と釣りするのそれこそ前回以来になっちゃったね。そうですね、昔はよく一緒に行ってたんだけど、最近もうどっちも忙しいみたいな。すごいぐんぐん流れてる、結構アゲショが効いてるね、うん、普通に流れてますね、うん、ガンガン。この背があるじゃない、はい、で今はおかっぱり側から打ってるような感じだけど、雪のイメージって魚流進側にいるイメージがある、それとも手前にいるイメージがある。どっちもいるんじゃないですか。あもうまんべんなく向こう側も流れ走ってるし、手前側も流れ走ってるんで、うん、両方ついておかしくないと思うんですよ、ね、ついた、食いましたなんだでもこの引き、えこの引きシワスじゃないかも、チヌ、あチヌだ、クロダイだあ今のはもうこ引きで、最初マダイかと思った今日はクロダイを釣る企画でしたっけ。おお、いきなりゲスト、クロダイちゃん、キビレではないな、チュヌだね、かっこいい。さ、いや、なんか最近ね、トーク主体のチャンネルに貸してて、魚見せてないって、この間、ご指摘を受けたんだよ、釣ったのに速攻逃がしてたりして、ダメでしょみたいなこと言われちゃったんで、ちょっと、なお腹パンパンだから、バチとか食ってんじゃないかな、網とかも。いいね、親指この中入れるとすごい楽しいことが始まる。おねだりされてますけど、お願いします。36センチ
いいね、スーさん。いや、これがね、真冬でもなんかいっぱいいるようになっちゃって。そうだね。昔はなんかこんなにいるイメージなくて、なんかわかんないけど、すさまじく黒鯛が増えた気がします。1月でもシャローとか覗いてると、昼間覗きに行くと結構黒鯛が見えるんで。はい、チームです。いや、かっこいい、ありがとう。すごいな、幸先いいですね。幸先いいな。ランカーシーバスじゃないけど、何食ってんだろうね。何でも食ってんだろう。いや、でも腹パンパンでしたよ。ね、何食ってんだろう。で、さっきの続きだけど、はい、今左から右に流れてるじゃん。はい、ここはの今の背は長いけど、うん、ちゃんと切れ目があるとしたら、はいはいはい、左端と右端どっちに多くいると思う。多く、うん、切れ目っていうのは、あ、切れ目っていうか、背の先端、背頭と、はいはいはい、背尻っていうのかな。背尻じゃないですか。背尻側、橋の上とかから見てても、うん、背尻の方がなんか多い気がします。なるほどね。じゃあやっぱおかっぱりから狙うときは、背を見つけたときは背尻で食わすイメージがあるんだ。背尻、あと高低差のきついところですよね、うんうんうん、なんか跳ねた音が聞こえた。大豆とかしてくれればな。何食ってんだろう、ね、気になりますね。それなり白とかもまだ見えないけど、まあ岸際の方にいるのかな。白、そうですね、緩い方に溜まってると思うんですけど、15センチ20センチぐらいの稲子もいると思うんですよ、ポツポツ、うんうん、荒川の思いっきり沖の方に鳥山が立つじゃない、はいはい、あれはイワシ。イワシですね。かなり広いよね、範囲。2月の最初の方ぐらいまでなんかそんな感じでしたね、うんうんうん、相当広範囲でトップで釣れるぐらい浮く時もあったけど、うん、まあ大体は深かったみたいな話ですね。なるほど。そういう魚が食ってるのを口の中見ると、カニ食ってたり、うん、食った食った。おー、びっくりした。おー、いいサイズ、いいサイズ。何食ってんだろう。おー、おー、いい、いいぞ。何だ、外れた。おテール1本だった。テール、うん、ちょっと分かんないけど、もう最初から浅い感じ。何食ってんの。もう全然そこの30センチぐらい。へー、スローだな。ハクかな、ハクとか網とかちょっとしか見えなかったけど、コンディション良さそうなね。なんか太かったですよね。うん、70ぐらいだった。なんかはなかったけど。マリブを選んだ理由は、ちょっと深いところやりたいなと思う、うんうん、だいたい1メートルから 1.5 メートルぐらいの間を通してみたいなと思って。触る、トップ触らないです。触んない。村岡さん、スーさんだから結構浅いですよね、うん、もう30センチとかかなりゆっくりやってるけど、どっちもダウンいってるからもう浮いてると思うんだよね。うん、でも風なくてよかったですね、これ。そうだね、風あったらもう潮目も全部わかんないし、うん、春の風強い日苦手。なんか組み立てが、それまで風ない前提で組み立ててる釣りをしてる時が多くて、ロケ日に風吹くと全部昨日までの魚が出せないってなって、そこから一から組み立てて、なんか夏とか秋みたいに間に合わないで、なんか潮が動くじゃん、また夜だから翻弄されて終わってる時が多いかな。まあ、風強くても動きますからね。風強い日どうやんの。自分最近こうずっと風強いじゃないですか、うん、風が強いことで動くところを選んで、なるほど。でそこにベタなぎの日に行っても全然食わないんですよ。ああセオリーなんだ、もう逆に本当シンプルに、ね、変に春のベイトに引きずられるからダメなんだね。マイクロベイトだとか思うとダメじゃん。そうなんですよね。でイワシがなんか1月2月ずっと入ってて、うん、まあ、今も入ってるんですけど、うん、そういうの食ってる魚を狙ってやってると、風が吹かない時釣りすると流れが全然出なくて、うん、ポイントにルアーが入っていかないんですよ。だから風が吹いてくれることでルアーがちゃんとポイントに流れていってくれるような条件のところでやると結構ハマって釣れたりしてますね、うん、なんかさっきから跳ねてるような気がするんですよね、魚が。なるほど。そんな音が聞こえてるような気がしないでもないでもない。空耳だったらごめんなさい。あ、もう置いちゃってるんでね。置いちゃってる。置いちゃってるからね。王の勇気は置かない。なんかつけた時だけ振り返らないから。そう、置いたらもう自由だから。何事も振り返らないんでしょ。何事もってなんですか。人生とか。人生、なんか深いですね。そういう意味のキャッチコピーじゃなかった。なんかみんなそう捉えてるでしょ。どういうこと。単にバックからルアーケース出すだけに振り返らないっていうんじゃなくて、はい、小野市さんは何事も振り返らないで。俺の人生に何があったんですか一体それ。相当な何かがあったはずです。でもみんなそう捉えてくれ。嘘、言われないよ。
もう大野勇気といったら大野勇気のプリンスでしょ、まず代名詞で、2番目が大野勇気は振り返らない、あなたがつけたんじゃないのよプリンスはいいよね、どう、ちゃんと見ぬ初めてでしょ、大野勇気初めて、うん、うんうん、あのイメージで、なんでこの人プリンスなんだろうって、うん、大野さんっていつまでプリンス、いつまでプリンス、確かにね、そろそろ王位を継いだらどうですか何の何の王位、ワンオーク王じゃないよ、ワンオーク王ね、キング、いやそもそも誰なんですかそれ前のキング 誰から継いでもらったらいいんですか俺あ、じゃああれしたら、キング&プリンセス、プリンスとパクリじゃないですか完全にパクってるでしょそれ、キンプリで、多くのキンプリで、しばらくその経過期間置いて、でみんながキンプリって定着した頃キングにしたね、そうだね、プリンス、そうなる前に俺訴えられて死んでますよ多くのキンプリ怒られそう、うるさそうで、あの事務所絶対にダメでしょダメも何も俺求めてないけどね、別にそもそも求めてないね、プリンスもね、そう、なんでだ、やっぱ佇まいが尊いからじゃないの、尊いから、釣りの姿が尊いの、姿勢良くて、普通穴打ちするときとかこうなるじゃん北海道で俺とユウキとケンさんで釣りしたことあるので、渓流でさ打ち込んでくじゃん、俺もケンさんもこうなるじゃん、ユウキは常にこう姿勢よくこう投げて、でもちゃんと入れてくの、姿勢いいねみたいな、ケンさんも感心しててさ、キャストうまいねみたいなあの旅面白かったな、そうですね、武者修行、一番最初にケンさんが夜からしか合流できないっていうんで、空港近くの魚が釣れそうな湖に行ってみようっつって、今思えばあれ支笏湖だよね、支笏湖に行ったので、そこの湖のアウトレットのなんか川になりかけなとこで、はい、ここでちょっとやってみようぜって車横に置けたからで、やってそしたらすぐスプーンでマスが入れ食いなのを気づいたんだよね、でゆうきこうやると釣れるよって言ったら、ゆうきもそこ、あ、こんな感じって言ったら、2人でボコボコ釣ってたら続々人が入って俺と雪の間まで人入ってきちゃって何でもね、2人魚種が分かってないの分かんないですね、雪が写真撮りながらさ、これ何ですかねって、俺もね詳しくないんだけど、イワナの公開型とか、そういや公開型って言ったらアメマスだしな、何だろうなとか言って、なんか分かったのウグイぐらいですよねウグイだけ分かってた、で夜飲み会でケンさんにこの魚が入れ食いだったんですよって言ったら、あーブラウンねみたいな感じで、でなんか日本古来種ばっかり頭あって、あブラウンっていたわみたいなことを話してたの覚えて、でも他の人全然釣れなくて、魚種は飼ってない2人が入れ食いっていう光景が面白かった2人本当に入れ食いだ、もうワンキャストワンキャスト素人感丸出しだったよねなんかあれもやってんの、シーバスでしょ、なんかたまにバチャって言うんですよね、うんうん、結構遠いとこで、網食ってるような出方、ハクっぽい気がするんですけどね、ハクとかシラウオとか、シラウオパターン、この間中川でシラウオ引っかかってきたんですよ、おお、10センチぐらい、10センチちょっとぐらいです、釣りたい、今日は今までで一番デッドスローじゃないと出なさそうな、お話してもデッドスローっていうのは難しいよね、話すスピードとリトリーブスピードが同じになってきちゃうんですよねそう難しいんだよ、ワイブレーションの時は軽快に喋ってるかもしれない、ね、この釣りを喋りながらやるのはとても難しい、あの森さんの時がいい例早いってつってただ昔のイメージだと、日月後半から3月ぐらいってバチが出ないような潮回りに、まあフローティングミノーとか、あと引き波系の大きめのやつとかは引っ張ってると、なんかアベレージいいのがボコボコ釣れてたってイメージがあります。え、自分野球ずっとやってた。でも高校生の時でやめちゃって、高校の野球部が6人ぐらいしかいなくて、野球って9人でやるんですけどできないんだよね、できない、キャッチボールの毎日みたいな、そうできないじゃんってなってやめちゃった。そっからスポーツっていうスポーツ、なんだ、スノーボードぐらいしかやってないかもしれない。スノーボードはなんか自分が やりたくなって高校生の時ぐらいかな、中学の友達と行き始めたのが最初だった。でもスノーボードができるゲレンデが全然なくて肩身が狭かったんで、白い目で見られるスタートだったよね、スノーボード。
俺が20代の時はスキー 100% だったんで、多分30前ぐらいからスノボが出てきたぐらいかな。いやもうそれは決闘ですよ、決闘。この人こそ決闘。あ、なんか聞いたことある、うん、おじいさんがミッキーマウス。そう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 、魔法が使えちゃう。突っ込んだよ。スルーしてる、スルー。ミッキーマウスで何、おじいさんが横綱だったんだよね。はい、本物の継いだでしょう。筋肉的な要素とか継いだと思います。体質とかね。だから多分そんなに運動してないって言うけど、波の人じゃ出せない手首の強さとか持って生まれたもんだね。GT 行った時とか、 GT ロッド初めてですって言いながらバシャーとか言って、体使わないの、手だけでバシャーって飛んでて、福井さんかみたいな話。福井さんも同じ筋力なんだけど、福井さんはそれで体使って投げるからもっと飛ばすんだけど、レッドと結城は見てて羨ましさしか感じない。レッドも手首だけでさ、ここの入れ替えだけでもうロッドバットまで曲げちゃうの。シャーッつって体しっかりしてるもんだって。口が開いちゃうよ、いつも。はーみたいな、すげえ。それを一日中やれないとダメ。なんか俺も多分力めば10キャストぐらいできるけど、いやそれ意味ないじゃん。10キャストその手首だけでビシャッってやったんですよ。あの不安定な船の上でやんなきゃいけないですからね。シーラ船はバックハンドですでやるんだ。はい、左側にしか乗れなかったらそうなるじゃないですか。うんうんうん、やっぱ安定した筋力があるっていうのは釣りの一つの強みになるんで、全然ね、まあ、それを釣りでしか使ってないっていうもったいなさもありますけどね。そう、俺もそれは若い時思ってたな。もっとすごいスポーツやったら、でそれそれでなんか芽が出たんじゃないかなと思って、ね、それこそ野球とかね。俺野茂英雄さん実際会ったことあるんだけど、メジャーリーグ行った、すごいの、もう下半身がなんだろうなんかです、もう牛みたいな感じでしょ。腕とかが普通の男性のももみたいな感じだったりさ、まあ、もちろん多少脂肪もあるんだけど、中に分厚い筋肉があるわけで、やっぱああいう体格持った人じゃないと、ああいう場所でね一線張れないんだろうから、うん、またあれ食べる才能も必要なんだよね。筋肉ある人でも食べれなくて体ができきんない人多いんだよね。俺も野球部やってたんだけど、野球部だった時よく怒られてた、それで食え食え、食わなきゃ体に肉つかないっつって、でも食えないの。なんか相撲取りがそうじゃん、やっぱ食べられないと、まあ、相撲取り食わないとダメですね。食べんのも最後。あれはちょっとすごい量、すごい量っていう量じゃないよ。ちょっと場所変えます。これから満潮のね。あ、でもほぼ潮止まりですね、時間でいうと、うん、そうだね。今ねちょっと移動してきて、今度はね足の明暗部に行ってました。ちょうどあれが終わる寸前、でもまだ流針流れてるんで、今流針つけて、風がこう、潮がこうで、今船が、ね、横向きたがっちゃうんで、ポイントが背中側になってしまいました。どうしよう、すごく釣りづらい。このままエンジン下ろしたら向き変わるから、それで行こう。さあこの辺でどうでしょうか。ルアーは、まあ、グラバーの68。間違いないやつ、間違いない。これはなんか俺発売直前にユキに1本一緒に釣り行った時もらって、香川だったかな、明暗打ってたらすんげえ飛んで、すごい波動出すから、もうガンガン釣れんの、素晴らしかったな、あの体験。もうちょい使ってるユーザーさんの理解がちょっと使いこなせてないかあるよね。ウェイトボールがマグネットとかじゃないんで、うん、どうしても着水の後戻さなきゃいけないんですよ。なるほど、まあ、自分もことあるごとに言ってるんですけど、それをやらないと動かないです。さあ私ちょっとバイブレーションで、ね、水深3m、だいぶ緩いですね。うん、なんか揚げはこの腰を沸かしを流しを周りの緩い揚げの方が好きだな。真剣モードだ、ね、9時過ぎないとダメですかね。うん、もしかしたら10時ぐらいかもよ、下手したら。うん、腰を出し、まあ流れは流れるけど、スイーツタイムはあるからね。スイーツタイムがある。おお、当たった。います。下やっぱ、やっぱちょっと下ですね。1メーターちょっとぐらい入れてる感じ。なんかすげえ溜まってそうだけどな、どっかにいるんだろう。
なんかこんぐらいのとろっとした揚げ塩すごい好き。なんかいろいろやりようがあるじゃん。特に網食ってる時これぐらいの方がやりやすいですよね、うん、網はあれ浮くのと沈むのはなんか理由があるの？なんとなくですけど、うん、表層にこう冷たい水が入ってる時はなんか浮きにくいかな。そういう時にこうウェディングとかしてて、うん、足で蹴ってそこの水をバーってかき回すと、うん、うわーって網が下から湧き上がってくる。なるほど、ね、こんなことやってんだ。あ、こうやってやるともう網がブワーってなる。普通にライト照らしても見えないですよね。あ、見えないんだ。見えない。それぐらい下にいるんだ、はい。そういう時も結構あります。俺は見えた時しか、見えた時でも今日はなんで下にいるんだろうっていう時と、もう完全にね上でピン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 跳ねてる時と、はい、でもまあ網も生き物だから、うん、で上の方に網が食う餌がなかったら多分浮かないと思うんですよ、ね、水か。やっぱ雨跡は浮きますよね、うんうん、雨跡の水はちょっと冷たくても浮くのかね。ちょっと冷たくても、うん、その網が食う餌が入り込むから多分浮くんでしょうね、うん、あと稚アユももう入ってきてるんですよね。川筋数は少ないけど、うん、2月半ば過ぎると稚アユがポロポロ見えてくる時期ですよね、うんうん、電車とか最近乗った？一番最近電車使った話でいうと、うん、去年の秋に桜上水っていうとこまで電車で行ったことがありましたね、うん、神奈川の東京ですよ。終わってるよ。え、ちょっと待って、桜上水東京世田谷だっけ。世田谷区のか。あれ神奈川にそっくりな名前の駅なかったっけ。やばい、全然違うじゃん。俺昔ちゃんとした営業マンだったんだけどな、もう全部忘れてきちゃった。電車のシステムは難しいよね。そうなんですよ、難しいんですよ、システムが。システムが難しい。謎の特急、準急、うん、急行、快速、確定、ほぼ嫌がらせですよね。そんな感じ。俺小田急線の共同駅ってとこにちょっと用事があって行った時があって、はい、そこで普通列車乗って新宿まで行こうとしたの、うん、普通列車しか止まんなかったよ確か当時は。その時ねひたすら抜かれる日々なんだよね。これいつ新宿着くんだよみたいな感じ。しかもほとんどの人で乗ってなくて、途中で分かったのは、あ、これはみんなその急行とか止まる駅で降りて乗り換えてっちゃうんだみたいな。あ、じゃあもう存在の意味がないじゃない。だからその急行とかの止まる駅の間の駅に行く人だけがその確定を乗る。あ、だから一つの急行の駅ぐらい止まると2本か3本抜かれる。いつこの電車は出んだろうなみたいな。こっち側の総武線とかそんなことないじゃん。ないですね。だからもう西東京の電車は嫌がらせだね。今は多分 Google マップとかが教えてくれるじゃん。当時はなかったからね。待てど暮らせど動かない各駅停車みたいな。さあ潮止まりだな。スイーツにする？なんか下げ始めたら風も吹きそうな気がする、うん、風吹いちゃうといくら経ってもお湯が沸かないですからね。そうだね。じゃあちょっと一回スイーツタイムにしましょう。やった。女子が喜んでる。いやもう今日はジャンポーレバーに勝てるやつを持ってきたからね。ジャンポーレバーに勝てる庶民の味方を持ってきたから。前回は村岡さんとジャンポーレバーのテスターになりたいって願ってたんですけど叶わなかったんで。叶わなかった。今回は間違いない庶民派の。おお、なんだろうね。食べたことあるかな。村岡さんあるかもしれない。お菓子。お菓子です。要はお菓子。お菓子です。は焼き菓子です。焼き菓子。なんか失敗しそうな気がする。これ真ん中パカってやつ。だから、ま、前回もやったから。前回完全に前回やっちまった気がしてたんですよね。前回もミスってないです。え、どういうこと。そういうこと、そういうこと。成長。最近成長したことある？成長、この1年で一番学んだこと。なんだろう、ね、そんなに成長してないらしい。ほぼ成長してないですね。成長の日々じゃん。なんかもう学生の時から感覚的に止まってる気がするんで、そんな感じ、はい、でも人としてもね、この業界でトラブルを起こさずちゃんとここまで上がる人いないじゃん。トラブルってどうやったらトラブルができる。なんか釣りがうまいか競争じゃなくてさ、トラブルで脱落していくみたいなとこあるじゃん、業界的には。なんかちらほらと浮かびますけど、そういうことなしくさ、清く正しく、そういう点では人としても成長してきたんだよね。成長なぁ、なんだろう。ないらしい。ないね。ないんだ。ないなぁ。
釣り以外に何か取り組んだりしてるの？ないですね。ないね。もう釣り一つで今年とうとうブランド立ち上げ、はいはいはい、塩味ポップコーンみたいな。塩味ポップコーン美味しそうでしょ。美味しそう。バター醤油の方が好きですけどね、俺はね、個人的には。まあそれはね、動画があるんで、ちょっとこの辺に貼っときますんで、雪がだいぶ語ってたよね、あれはね。そうですね。メーカー設立の思いはね。だからもう自分が一人でこうやれることの限界がもう分かったので、うんうんうん、まあ、あとはもう自分にこう共感してくれて、仲間になる人たちとなんか一緒に、自分だけではできないことがやれたらいいなっていう感じを、40からはやっていこうっていう感じ。結城が共感してるなって思えることって何なんですか、一番大事な。まあ、なんかこうやりたいことを共有できたりとか、うんうん、今回メーカーですけど、うんうん、メーカーの行く先がこうだったらいいなっていうのが、うん、見えるものが同じなイメージを持ってる人だったりとか、まあそういう仲間ももともと釣り業界にいたやつなんで、そいつも多分やりたくてもできなかったことが多分あると思うんですよ。だそういうのをこう一緒になって実現していけたら面白いなとは思うんですよね。じゃあバリバリの釣り具メーカーを目指すって感じでもない、ライフスタイルメーカーも、まあバリバリの釣り具メーカーでしょうね。そっちを目指すんだ、はい、すごい。じゃあ逆に言えば勇気らしくない感じだよね。今までどっちかといえばさ、ちょっとアパレル色が強いイメージというか、そういうなんか余地を作ってたじゃん。はいはいはい。そことは違うの？もう、あ、そことは違います。もうそのアパレルの方はもう全部なくして、うんうん、このポップシークルにこう一本化させる、うん、まあ、ね、もちろんポップシークルの方でもそういうグッズとかアパレルやるかもしれないですけど、うんうん、今までのアパレルはもうなくして、うんうん、ポップシークルに一本化させて、うんうん、全部やりたいなっていう感じですね。まあ、ルアーに関してはもう今までいろんなルアーやってきたけど、うんうん、メーカーによってはもうこの種類のルアーがあるからその種類のルアーを作れませんみたいなのがあったりとか、うん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 、そうすると、ね、ど真ん中のやつじゃないものしかできない、うんうんうん、でそういうのがいっぱいあったんで。そうだね、ゼロからだったら何でも自分の思い通りに、ね、できるもん ね、 そうですね。出た、今日のスイーツ、ドーナツ棒。熊本に行ったら大体買って帰る気がする。ドーナツ棒、熊本からお届けします。これって結構ね、エンドレスで食っちゃうんですよ。コクと美味しいんで、まあ、絶対うまいだろうね。エンドレスで食っちゃうんだ。結構やばいですね、これ。あったら食っちゃう。はい、いただきます。まあまあ絶対うまいに決まってまずこれでしょ。あともう一種類持ってきたんですけど、村木さん知ってます？食べっ子動物は知ってるじゃないですか。の違うバージョン、食べっ子動物のホワイトチョコが染み込んだバージョンがあるんですよ。これ大好きです。でしょ。すげえ、すごい。これ多分ジャンポーレバーにこう匹敵するかもしれない。まさか。これも結構エンドレスで食えちゃうんで、ちょっと守備範囲広いね。多めに持ってきたね、食べっ子動物。食べたことがない。いやだろうなと思ったんですよ。ちょっと食べてほしいんですよ。じゃあ早速ほらもう全然チョコっぽくないんですけど、あの食ったら分かります。ほぼビスケットじゃないですか。うんうんうん、ああ美味しいかも。ホワイトチョコの味がする。これ多分ずっと食っちゃうんですよ、これ。エンドレスね。はい。え、いつ食べてんの？釣りしてる間は食べないでしょ。家で。家で。え、家で何してんの？いつゲームとかすんの？ゲームあんまやんないですね。テレビ。なんかニュースばっかり見てる。報道ステーションとか見てる。いや、なんか24時間やってるニュースねえかなと思って。なるほど。ああ。家に。なんかバラエティが面白くないですか？最近ダメですね、なんか。ニュースばっかり見つ、ずっとニュースつけっぱなし。バラエティはあれ、なんかテンションが合わないと死んだよね。そう、テンションが合わないです、ね。いきなり画面の向こうは超ハイテンションするじゃん。ちょっと引いちゃうんで、ね、うん。確かにニュースが一番見やすいよね。久々どうですか、加納さん。ありがとうございます。コロクマエツバ。ワイなんだ。嬉しい。これが好きなら、あれも食べてみてほしいです。インビスアスパラガス。俺それが一番苦手なんですよ。あれのチョコが染み込んでる。あ、それは俺食べたからコンビニ。あれ美味しい美味しい。すごい染み込んでるっていうか、もうコーティングしてるんです。あ、染み込んでる。染み込んでるの。これに近い。こういう感
ゆうちゃんジンビスは苦手なの。だから大野駅と釣りバトルするときはアスパラね。アスパラアスパラが苦手なの。多分口の中の水分を奪われると HP が下がる。弱ってくる。見る見るうちやっつけたい人はそこをつつくしかないと思うんで、まあ、どうにかして多分ね乾燥シルコとかを口の中に入れたらゆうちゃん死ぬと思う。死ぬね脱水症状で乾燥シルコは死ぬな。致死状態になると思うんだよ。その間にこうどうにか封印するとかすれば。何を封印するの俺は何を封印されるんだろう100年の間はね、あれから100年ですか。あ、俺自体よね。どうなんか楽しいな、まあ、ゆうきと久々釣りで。またね、メーカー作るっていうから楽しみだよな、どうなるかな。でもブルブル作って大変だったけど、いろんなもの得てなんか楽しかったから、今思えばもっと早くやってもよかったなって思ってるぐらいだから頑張ったね。そうなんですよね。これも、まあ、今ですらもっと早くやってもよかったなと思うんですけど、うんね、ただ今度早いとここまで来れたかって言ったらまた別だと思うんで、うん、やっぱりタイミングってあるじゃん。若い人でガンってスタートしてちゃんと成し遂げてるのジャンプライズさんぐらいじゃない、うん、だから早すぎるとそれはそれで今度社会人としての経験とかさ、釣り人としての開発力とかが何か足んなくて届かなかったですよね。でも結城ぐらいの41歳は一番油乗ってて、がむしゃらやらなくてもさ、なんかバイクとか車でいうさハイギアを知ってるからさ、エンジンぶん回さなくてもチャッチャッチャッとギア入れたらそれなりのスピード出しながらも普通に低回転で走ってることできるじゃん。でも若い時ってそのハイギアを知らないから、ただアクセル回してひたすらアクセルを開けないとスピード出ないもんだと思ってたけど、そうでもないんだなって知るから、ね、やっぱいろんなタイミングで一緒にやれる仲間が、ね、たまたまですね、ほんとタイミングでたまたま出会えたんで、そうだね、そういうのでもうなんか今しかないなってピンときて、まあ、それ逃したらもうないなっていう感じだったんで、ああそういうチャンス、まあ、待ってたから今だって言えるわけだしね、考えてたから、うん、そうですね。そういうチャンスが来る 1,2 年前ぐらいから、まあ、そういうことはやりたいなと思ってて、うんうん、そんな中でそういうね人と出会えたんでタイミングだったのかなっていうのは、うん、楽しみ。まあ、自分はねこう釣りすることしかできないんで、まあそれ以外のところをねこうサポートしてくれるような仲間がいたらいいなっていうのはずっと思ったんで、うん、シーバスオンリー、まあ最初はそうですね、シーバスオンリーですね。なんかゆくゆく面白いゲームが出てくれば探せればそういうこともやりたいなと思うんですけど、この辺の海で遊ぶ、遊ぶやつ、まあ黒台は黒台で ね、チームキューブもやりましたけど、やってる人多かったよね去年ね。そうですね、おかげさまで。あれもっとね早くやってほしかったんですよね、みんな。あ、そうなんだ。気づくの遅くて9月から始めましたとか10月から始めました、でも遅いんですよ。チヌキューブのシーズン終わってるんで。なるほどね。やっぱ6月ですね、6、7、8をやってほしい。で去年それで買ってみたけど、まだ使ってないとか、買ってみたけどちょっと使って釣れなかったって人は、まあ、6、7、8に行ってほしい。で実は去年の夏前から梅雨入った瞬間から、まあ、雪がチヌキューブその前からやってるじゃん。でそういうシーズンになったから、ブルーブルーとしてもね、やっぱせっかくのワンオクだから、なんか一つのアイデアを見つけ出そうっつって、うんうん、でとりあえず試作でもいくつかやったり、アミコンテルだとか出してたりするから、してるから、その辺持ってね、俺で延べ10日ぐらいかな、もう朝から夕方まで10日間、はい、で高橋と星ってうちの社員も連れて3人で何回もやったりして、ひたすらやってたんで、それなりかけたりいろいろやりながら分かってったのが、チヌキューブがいいねって話になってああいうものがやっぱいいんだなって、ブルーブルーとしてさ、クラブで何かしたいなって感じで、はいはい、でも結局食わせる釣る釣果を狙っていくと、そうですね、プラグからだんだんあっちになってっちゃう、うん、ここにこうしてさって言ったらこれでいいじゃんって話になって結局終わるっていうさ。だもうチルキューブに関してはそのシーバス釣りのこう自分のスタイルとかを全部消して、ね、うん、本当黒台をかけることに専念したものにしたかったんで、うんうん、ね、うん、だからああいう素材と形になって、だから逆に言えば雪がさ一つの正解だろうっていう、これそれ出してたおかげで俺たちの試行錯誤が始まって、ちょっと道筋見えた瞬間道の先にもうあるからあれかって感じで開発終了ってこれでいいよみたいなで結局そっから先はさ似ちゃうじゃん、また違う道を探そうみたいな。
今度はホッパーで出せるパターンないんかな、うん、でもすんごいいるよね魚ですか、うん、やばいですね。いや俺もいやあのいるとは思ってたけど改めてそうやって10日ぐらい朝から、ね、夜まで偏光グラスかけてひたすらやった結果こんないんのと思ったよ。めっちゃくちゃいい。特にあの奥奥やばいと思いますめっちゃ夏の奥は結構やばいと思う、ね、で10匹いたらシーバスが1匹いるかもっと少ないな20匹いてシーバス1だよね、うん、それぐらい知能が多い。いい時本当に3時間やって2桁とかあっという間に行っちゃうんですよ、うんうんうん、そういう日が何日も結構あったんで。サオはどんなのが楽しいの今。いやもうシーバスロットですね。あれのコンセプトがシーバスロットでできる黒鯛釣りだ。改めてこう黒鯛用のサオを買わなくてシーバスやってる人がそのまま流用できるようなスタイルにしたかったんで。なるほど、ね、固くなければいいです、うん、L クラスから ML ぐらい、ね、いやなんかそんなさぶっちぎられるような感じでもないじゃん、うん、ポイント的に。だから俺は途中からアジングノットぐらいの 76LUL みたいなやつのやつなんだけど、はい、まだ1匹かかるとさ楽しいんだよねドラあのライブ細身してファイトタイムが長くて、うん、だからあこれはいいなみたいな感じ。でこうスピニングリールだから、うん、ドラグ機能するじゃないですか、うん、切れないんですよ、うんうん、あれがメリットですね。ね面白い。でもこうスピニングでやってると素人っぽく見られるんで。なるほどね。あの専門でやってる、うんうんね、人たちに比べると対抗リールの人たち。そうですね。白い目で見られる。白い目で見られるってよりは素人、あ、そうそうですね、素人がって感じ。そうですねマウントされたりしたの実際大野勇気が直に、ね、君こんなんでチヌ釣ってんのみたいな言われることはないですけど言われてたらめっちゃ面白いでもなんかそういう雰囲気を感じるときはたまにありますね。あ、うん、うわロットでやってんだ。そうですね、そうですね。でもその餌釣りの人が落としてった後ろからついてって落としてまくることもできるし性格悪いしまあ時期によるんですけどそういう夏場とかだとダントツで強かったかな。釣れた、確かに釣れた。面白かった、うん、面白かったしもうこれでいいやって感じになってブルブルとして諦めざるを得ない。こうちょっと違う同じチヌでもいろんな釣り方があるから違う釣り方を探そうってぐらいゴールに近かった。で東京湾奥であの壁の落とし込みの釣りってなってくると釣り場面積がすごいの、うんうんうん、壁という壁が全部ポイントにできるんで水深浅い深い関わらず、うんうん、夏だったら浅いとこでも入っちゃうんでシーバスよりもなんか釣り場面積広いんじゃないかな。隅田川の壁とかも全部ポイントになっちゃうしこれボートでやるとまあ釣れますね。ボートでおかっぱりがいけない護岸とかを。そうですね、俺結構夏後半8月のうだる時にやってたのが運河の中にまた背があるさ奥のちょっと手前ラインぐらいの海水が入ってくるライン、うん、なんか真ん中にぐわーって背があったりするじゃん。ああいうとこにいるじゃん。あそこに慣れて、うん、ラインだけ見ていく釣り面白かった。でラインがプラグでやる。いやあのチヌキューブだったりいや結局ね似たようなのばっかりだ。ナレージとか使ってんだけど、うん、フックが変わってフックの先にチヌキューブみたいなのがついてたりだから結局ナレージはただの重りだったりして沈んでくらい見ながらこう当たるとスッて走ったりして、はい、走って合わせるすごい楽しくてポイント争いがないよね。でまたちょっとずつみんな動くじゃん。そう常に動いていく釣りなんで一箇所で粘らないっていうのがいいですね。じゃあ先やってる人の前に入らないのぐらいが。あそうですね、マナーとしては前に入らない。どれぐらいの前なんか距離感が分かんないな。自分だと5-60メートル離れるかな。あ5-60メートル離れればそんなにあとその人のスピード感、うんうん、やってる人のスピード感ですね。結構じっくり落としてってる人だったら、うん、5-60メートル離れてたら大丈夫かなっていう感じ。まあ、でもそんなことしないでもポイントいっぱいあるんで、うんうん、もういないところいないところ探していっちゃった方が面白いと思います。9月ぐらいだね。空中いっぱいいたね。シーバスよりもみんな下見てたもんね。なんか空中じゃ遅いんすよ。遅いんだ。6月からやってほしい。遅いってみんなだ、ね、去年はチヌキューブ出したばっかりだったんで、まあ、みんな試しながら恐る恐るやってた感じだと思うんですけど、まあ、今年ある程度容量が分かった方もそれなりにいると思うんで早めのシーズンからやってもらえるとかなり釣れると思います。多分ワンシーズンで100匹ぐらい普通に釣れちゃうと思うんで頑張れ。シーバスより出るよな、うん、全然できる全然できる。そう加えてる時間を長くしたんでルアーに関しては。だから、ね、なので初心者でもピックアップするときにかかっちゃったっていうのが結構多発するようにしてます、うんうんうん、あやっぱあの硬いのと柔らかいのじゃ全然加えてる時間が違う。まあ硬さも
多少はあるんですけど、素材と あとフォーミュラですね、うんうんうん、そこが一番でかいんじゃないかな。わすごい、ここまでもう詰まってんですね。黒ダイが大好きな味をこう複合させて、味黒ダイの気分になって作っちゃった。そうです味とかあるんだ。まあ、あの類はより味にうるさそうよね、やっぱ、うん、噛んで砕いて食べてる連中だから、噛んだ時の来る香りと、まあ、ジューシーさはね、そもそも感じなかったから、ね、全部ジューシーだろうから香りだよ ね、 ね、香りで味とかね、タンパク質系のね、アミン系の味がしたらうまいんだろうな。そういうの複合させてなんか作ったら、割と早い段階で結果が出ちゃって、もう明らかに、そうですね、まあ要は餌のように持っていくみたいな、はい、ブラックバスみたいにこう加えて持っていくようなバイトが出たり、うんうんうん、もう結構してたんですよ。わざとこう当たりがあっても合わせないでしばらく待ってみたりとかしててもかかるし、うんうん、なるほどね。じゃあもう確実に長く口の中にあるみたいな。で、仲間で釣り下手くそなやつがいて、そいつでも釣れるんだったらこれいけるねって言って、うんうん言わないでこっそり渡して、うん、一回ちょっとやってみて、うんうん、って言ったら、私はすぐその日に40後半ぐらいのすぐ釣って、でそれ当たりちゃんと取れた糸で、うん、って、いや全然わかんないじゃあ大丈夫だっつってじゃあいけるわそういう開発テストはあるよねあるあるある、ルアーでもあるよね、うん、逆にプロの罠、分かってるから出せちゃうだけで、分からない人が使ったら全然ダメなルアーってあるから、そうじゃないことをチェックするときに真逆のね、なんか詳しすぎないね、友達必要だよね、うん、いやいいな、楽しみだな。さあ、じゃあ釣りしましょうかね。次、あ、後半の部、はい、それでは後半の部スタートということで、もう下げ出してるかな。そうですね、で風と潮の向きもあったんで、左から右に流れてます。ポイントに何か特徴はありますか。川です。川です。浅いです。2m60ぐらい。2m60。おやつタイムだったらよかった今あの食べっ子動物めちゃくちゃ流行ってるんですよ。今ハッピーセットも食べっ子動物だから。ほんと、はい、俺が子供の時からあるよ食べっ子動物。そうなんですか。うん、え、火付け役は何だったの。コアラとか。うんうん、時代が追いついたパターンかな。すごいな。あのね、シミチョコのやつがなかなか売ってないんだよ。あ、そうなんだ実は入手困難なんだ。結構ね、何軒か回んないと、あれが売ってるとこなかったりとかして。前回も聞いたけど、その辺の情報はどこで入手するの今イケてる駄菓子情報。あれ食ったら普通にうまいじゃないですか。うん、じゃあ自分で買って食べてんだ。そうですよ。じゃあ釣りの行き帰りとかでコンビニ寄って、うん、これじゃあ新製品は手にしてみる派なんだ。まあ、気にはなりますよね買ってるってこと気にはなります。スナック菓子も好きなんで、うんうん、まあいろいろ試しますよね。じゃあクリさんと違うな。そうなんだ。カールあげればよかったな。じゃあクリさんに。もうクリさんいつも食ってるよそういうの。そうなんだ。カール東京に売ってない。あれ、なんか発売が西だけになっちゃったとか。そうです、西日本だけになっちゃって、大阪とか行くとこれ見よがしに駅のキオスクに西日本限定って書いて薄塩とチーズ味売ってるよ。商売上手で、うん、悔しいけど買っちゃう関東人みたいな。そう関西土産になっちゃってんだよな。そう、西日本土産。だ、去年動画の企画で180個とりあえずカールもらったんですよ。180袋。そう、そのお題をクリアしたら何かあげますっていうので、ふざけてカール1年分って言ったんですよ、うんうん、普通カール1年分って言ったらせいぜい100個ぐらいだろうと思うじゃないですか、うんうん、365個送ろうとしやがって1日1個。そう、すごい。で今半年分来てそれを消化してもう半年分多分もう間もなく来るかもしれないですよ。それは断ろうかなと思って。自分で食べたりあげたり、あげたりして配ったり。カールで弱りはしないんだ。カールはね、軽いんで軽いんで。分かんないな。あの密度軽いじゃないですか。密度がスカスカってこと。そう、スカスカなんですよ、うん、吸水量がそんなない。ギュッてやったらすげえちっちゃくなるんで多分、うんうんうん、でもほらアスパラはギュッてやってもあのままじゃないですかあの密度なんですよ。なるほどね、なるほどね。アスパラは逆に水分吸ったら膨らんじゃうんで、うんうんうん、危険なんですよこういったところも地合いになるとボコボコライズ出るけどさ、魚が遠くからやってくるわけじゃないじゃん、うん、こういるわけじゃん。何でこうスイッチ入って何で切れるのかなっていう。
いろんなケースがあってさ、なんか答え出せないじゃん。まあ俺は感覚的にやっぱ餌について回ってるだけなんじゃないかなと思ってて、そもそもシーバスがいるところにベイトが回ってきてスイッチ入るってケースもあるけど、ハイシーズンとか見てるとベイトと一緒に魚がついて下ってくるっていうのがすごく感じるんですよね。あ、魚のベイトね、サッパなんかね。そうですね、この城なんかももろにその感じじゃないですか、ベイトがいなくなったら本当に釣れなくて、入ってきたらまたボイルが始まってみたいな。いや、だからそれもこうボイルも動いてくじゃん。でずっとボイルしてるのか、ずっとボイルしてるってことは、まあ、ね、そこにいるスズキがベイトやってきてからボイル始まるケースもねたくさんあるし、でもベイトについて回ってくるシーバスの量が多ければ多いほど、そこで目の前でボイルする時間が長くなる。だ、同じ魚がずっとボイルしてるわけじゃなくて、上から下ってくるその供給量、ベイトとシーバスの量が多いから長くそこで地合いが発生するだけっていう感じなんですよね。じゃあ加工なんかで1時間ぐらいずっとたまにポシュッポシュッってやってるのは、実はみんな下ってってるけど。そうですね、新しい魚ですよ常に。なるほどね、そう見てんだな。ウェディングで釣りしてるとその感じがすごくよくわかる、手に取るように。でもなんか俺もコロナのおかげで遠征とかが本当に減っちゃったから、秋とかとりあえず夕方やることないから、このボートの去年買ったばかりだから乗りたいのもあって出るじゃん。もうでも釣るのはさすがに十分ってぐらい で何したかというとね、2日間だけ一つのこの白ボイルをずっと追っかけたことある。で旧江戸の河口でジャワジャワやってる、固まってるじゃん、スズキに囲まれて、そいつをずっと見ながら上がってったの夕方、はいはい、そしたらやっぱ背の上入るとボイルしたりするんだよね、バシャバシャ。でどこまで行くのかなって言ったら、結構ねもう全然上までもう完全細くなって街中入ってるところまで上がってってて、はいはい、まあ、おかっぱりでやってると通り過ぎていくような感じのあれだけど、やっぱ完全に一潮で川からもうほぼねディズニーランドの外側からあんな中まで入ってくるんだよ。6時間でってこと。いや、俺が追っかけてたのはせいぜい2時間ちょっとだったと思った。でもずっと固まってたし、確かについてるスズキは変わってないと思った。でそんな群れが何個もあって、なんか順番に上がってくるとか、たまには横行ったりねして。うわ、食った。お、よしよしよし、ちょっと可愛いサイズだけど。可愛い。タモ行く？いや、これはだいぶ優しいサイズですね。本命ですけど。本命だけど。おお。まあとりあえず最初の。はい。可愛いですね。でも綺麗な魚。綺麗だね。いい。前触れもなく突然来たね。いるんだな。これも大きくなりそうな才能のある、才能を感じる生後だ。ありがとう。マリフ、グラバーですね、そのまま。はい。グラバーハイで巻き上げで唐突ヒット。ね、えだその辺だよね。だいぶ下って流して、満潮からちょうど1時間ぐらいだから、そろそろね流れが走り出すのが。惜しくた。お、なんか地合いっぽい感じがすごいしますね。ね、地合い感がすごい。地合い感が。タモ行きますか。あ、お願いします。あ、サイズこんなもんか。いいセンチ。有機のより5センチほど大きい。わずかにサイズアップです。ちょっとランカほど遠いね。ランカこんな感じです。逃がしますよ。地合いかもしれません。今ので40センチだからあと40センチです、ランカまで。2キャして78とかじゃん。マザミンで今水面で出たから地下ハクでも意識してるかな。さっき船の明かりにハクがポツポツ来てた。うん、来てました。今元気だった。ジュンジュン引いて50センチぐらいあるか。おっ、50センチぐらいあるかと思ったら。また同じサイズ。このサイズがまずやってきたね、地合いだね。なるほど、回ってきた。回ってきました。はい、ランカー出る感じしないな。あ、まだね、粘ったらどうなるか分かんないですから、ね、うん、大きいのにしてみようかな。3匹合わせたら90センチ、1メーターぐらいいったかもね。いったよ、メーター。ガ
合算ルールだったらそれでランカーシーバス狙ってきたって言ったら炎上するパターンだね。かでもポップシークルーはガチメーカーか。目指す特に意味はないって言ってたね。造語っていうかもう完全にくっつけただけなので互換のいい感じの。そうですね、でも明るいイメージにはしたかったんで。うんうん、絶対振動あたりが塩味ポップコーンとか言ってくるよと。ポップしか合ってないじゃん。もうルアーは2つ3つ。ルアーは今同時進行で4つやってて、だいたい4つともほぼほぼ完成に近づいてて。もう早っ。でも1個だけもう完成してて、うん、それは有機のお眼鏡で妥協なく、あもうこれなら全然、はい、すごいねその開発早さ。1年ぐらい、まあ実質始まって1年半ぐらいですかね。そんなやってんだ。なかなか優秀だねその開発の人たち。いやだスピードがまちまちですよ。ルアーによってやっぱ変わるじゃないですか。まあ、うんうん、まあ、難しいのもあるし、ね、うん、簡単なのもあるし。確かに、まあ、本当にこうど真ん中になるようなベーシックなものもやりたいし、うんうん、自分なりのまた変わったものもやりたいし、今までにないものもやってみたいし、いろいろありますよね。いやうわ無限だもんな。毎月何本ぐらい釣りますか。毎月1月はなんかそのイワシ入ってたいい影響もあって、うん、でもそんなにいっぱいは釣ってないですけどね。40本か50本いかないかぐらいだと思う。でも1月50本釣った人いないんじゃないかな。ちょっと比べられないことが多いよね。パターンもそうだし。だバチを除いたら2月の前半とかが一番きついかもしれないですね。業界はよくできてて、業界っていうかちょうどそこでねフィッシングショーがあるから、うん、いろいろ雑誌のロケとかも前後にずれるんで、シーバスにとってはいいフィッシングショーのスケジュールだけどね。結構フィッシングショー応募率高くないですか。高い。フィッシングショーの面白いとこはその日がすごい綺麗に晴れ渡った日曜日、来場者が減るの。みんな釣り行っちゃうの。でもう風びびの大雨の日来場者が増えると。まず東京湾なんかで、横浜省なんかでいうと東京湾の釣り船が欠航した年があるんだけど、すごかったよね。こういっぱい来るのもみんな釣りなんないから。釣り船が終わるだけで数百人、本当にガチンコな人たちが暇なっちゃうから、じゃあフィッシングショー行くかみたいな感じで。普通逆だろうって言ってもそうですね。だから業界の朝の挨拶は、今日雨だから来場者多いんじゃないですかみたいな感じで。他のショーって逆だよなみたいな。あれが雨で潮が悪かったらもっといいんじゃないかな。そうだね、確かに。なぜ大潮の日ってね。あれは多分パシフィコとかさ、インテックスとかフィッシングショーのコンベンションホールって年間スケジュールじゃん、うん、でいろんな産業のショーがもうさ1月何週とかで入ってんすよね。多分1月何週とかそういう取り方してるような気がするんだよね。絶対ショーは見てないですよ。で潮時は見てない、残念な。潮見てくれてたら嬉しいな。で多分もしかしたら日曜興産とかもさ、うん、この日大潮なんですよって一度に訴えたかもしんないけど、うん、その前後埋まっちゃってるじゃん他のショーで。みんなほとんど同じ順番でやってるじゃん、はい、だから多分すいませんって言われて。そうことごとく大潮なんだよ。月の地球の自転をちょっとずらして潮回りをずらして。いやそれはもう村岡さんぐらいしかできないと思うんで。キング、それこそキングでしょ。キング万億のキングはでも語呂悪いな。かっこいい。もうじゃあこれを機にキングって。いやもうないいいっすよ。うん、あらそっち、いつまでたってもプリンス。氷川きよしと一緒だよもうね。いつまでもみんなの王子様みたいなね。有機のとこにさ、はい、弟子にしてくださいみたいなこう熱い DM とか来ない。それ自体俺見ないんで。あ、うん、メッセージを見てない。見てないです。多すぎて、いろいろ多すぎてってか、もうなんかそれどころじゃないっていうか。あ、なるほどね。一回返しちゃうとみたいな。確かに確かに。ただフィッシングショーとかなんかイベントの時に来た若い子で、荷物持ちでも何でもいいからついていっていいですかみたいなことは言われたことありますけどね、うんうん、そういうのは考えないの更新は。いや考えたいなと思ってますよ、うんうん、いたらいいなって思うんですけど。そうそう、いややっぱ大野軍団作ってほしいじゃんね。プリンス軍団みたいなさ、プリンス軍団対親父軍団みたいな。なんか現場感は大事にしたいなと思って、
やっぱり、まあ、自分がこうワンオクでね釣り行く場所でこうメジャーじゃないところもいっぱい行くじゃないですか、うんうん、そういうところで普段人がいないのに何度もばったり会う人とかいたりして、うんうんうん、そういう人がいるとちょっとなんか面白いなと思いますよね、うんうんうん、その目線がね。そうですね。なるほど。なんでこのタイミングここ知ってんのみたいな、そういう人がいたりとか。あるよな、そういうの。プリンス館って何ですか？たたずまい。なんかたたずまいってマンションとかホテルとかで聞いたことがあるフレーズですけど、たたずまいね。なんとかレジデンスみたいな。マイペースなんだよこの人、俺の3倍ぐらい。動じないの。庶民とか愚民が日常のなんか欲望にまみれてブレるじゃん。それがないの。こう確かなものだけを見てる感が。魚釣ることだけに関しては本当になんか言葉が見つかんないんで悪い言葉だけど、本当に強欲なぐらいだけど、だけど人としてとか生き様とか釣るための場所取りとかさ、そういうことはしないし、なんかそっちはあれだよね、欲がないよね、まあ、あったりはする。雑誌とかそういう撮影の時に場所取りすることはもちろんありますけど、普段の釣りで撮影とかじゃない時に場所取りすることってあんま少ない方かなと思います。嫉妬したりすることは？嫉妬昔はしてましたね。おうおう、それこそ村岡さんがルアー情報とか出てた時と頃の時代、うんうん、まだ情報自体触れる機会が少ないじゃないですか、うんうん、だからこう釣り新聞とかでも見てこうシーバス釣れてますが釣りましたみたいな記事見ると、俺が釣る魚だったはずなのになんで釣ってんだよみたいな感覚。やっぱ思うな。もうこれ俺の魚だと。あんまそう思う人は一定数でいいんだよね、全国にね。だけど荒ぶらないじゃん。だいたいそう思う人がトラブルを起こすの、うん、俺の魚釣るって思ってるからお前入んなとかさ、その魚の所有感に近いんだと思うんだよね。でみんなのものって思ってる人は多分そういう言動しないんだけど、ゆうきはそれはしないよね、まあ、あとこう開拓が面白いんでやっぱり、うんうん、まあ、パターンの開拓もそうだし、ね、地合いの開拓もそうだし、場所の開拓もそうだけど、うん、そっちがなんか面白くなってずっとやってる感じですね。でもそれのさ大半はさ外れ時間じゃん。そうですね。それがずっとフィールド行ってもいいわけだ、ずっと楽しいわけだ。だそれが年に1個でも見つけれたらなんかラッキーだなって感じ、ね、うん、すごいわ。じゃあ効率とか求めてないわけだね。もうそこで一つ見つけるとそこからなんかすげえ広がったりするんですよね、うんうん、それが面白くて、あれここでこのパターンハマったんだったらあっちでもあんじゃねえのとみたいな、うんうんうん、でやってみたらそっちでもハマって、あれこれだったらあそこの県のあの場所どうなのかなとかね。こう全国的に広がっていくわけですよ。わかるわ。わかる。あ、行けたなみたいな。やっぱそうなんだみたいな。わかる。やっぱ脳内のイメージが現実になっていく時が一番興奮するんじゃないかな。そういうのが毎年一応まだ見つけられているので、うん、なんか続けられてるのかなって感じはしますけどね。全然進化してるんだ。でも一回見つけても何年かするとなんかその釣りダメになっちゃったりするんですよね、うん、釣れなくなっちゃったりとか、うんうん、あるね。そうだから一応常に探し続けてないと面白くなくなっちゃう。すごいね。多くの人は今年はおかしいで片付けちゃうことだよね。今年はおかしいんだよねって、とにかく聞く言葉で、ね、釣り、うん、今年はおかしい。でももうその勢いでめちゃくちゃやってるとあまりにもたくさん聞くし、だから実は毎年おかしいわけで、だから変化だよ ね。 そうですね。変化に対応していくかとか、釣りのパターンって作りがちなんだけど、パターンにとらわれちゃうとそうなっちゃう。おやっぱギアゴもうダメだ、メンテナンス寸前。うわぁ、貴重な。魚が当たったっぽいんだけど、ギアが逆転しちゃったんだよ。これ相当ね、使いすぎてて、そろそろメンテナンスに出さないといけないやつ。すごいとこ狙ってる。小野さん、本気です。惜しかった。ああ、外れた。下だよ、下。そこそこいるわ。あ、来た。よし。地合いか、地合い。あ、なんか滑ってるよ。なんかが滑ってるよ。やっと食った。滑ってたよ今。流れ早いから。小さいってことです。ペロン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 。よいしょ。イエーイ。おお、でも今日一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 です。
グラバー、はい、動きはシンキングペンシです、ね、ちょっと潜るんで1メートルちょっとぐらい潜らせてたからです ね、 40ちょっとかな。でもお腹パンパンだね、うん、まあ、バチも網も何でも食ってるでしょう。何でしょうね、良さそう。さあ、いたします。村岡さんが当ててる深いところのサイズが気になりますね。同じぐらいかもな。今かかったのは 40-50cm だと思う。あ、よし、じゃああと17分。なんか来た。お、来たよ。しし、 52cm、 サイズアップ。あれ、もうちょっといいな。ね、よよっしゃ、サイズアップ。50センチ台だ、50センチ台。ちょっとレベルアップ。でんでんでん、55、うん、55だ。大きくなった。よしよし、いいね、がっつりです。リボ付き、ありがとうね、バイバイ。でもちょっと痩せてましたね、あんまり食べれてない感じ。もう真後ろ最下流。あ、もう完全ダウンです。ダウンキャスね。橋脚のよれから出てるかも。まあでも橋脚からもう10メートルぐらい離れてるぐらいのところですかね。おっしゃ、おっしゃ、どうですか。さあ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 、サイズ、サイズ。最初のと同じぐらいだな。ピチョンくんみたいな音がした。いるけど。ペラ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 。わあ、老眼でさ、本当見えない。夕方とか怖くないですか、車。そうだね、俺もなんか目悪くなってきちゃって。始まった、ローガンズの気持ちが分かってきた。同じルアーです。はい、ですね。でかいのが出る時もあるけど、まあタイミングだと思う。よっ、チャンスはあったんだと思うな。ショットになってます。みんなスイッチ入っちゃって。ちょっともう誰もカメラを向かない。こうやって釣るしかなくなってくる。投げた後はね。かかったらもうこうやってるしかない。難しいです。何回キャストした人生で。何回ですかね。もう奥とか言ってんじゃないの。どういう風に計算したら出るかな。まあ1時間あたりワンキャスト何秒かから計算してたらざっと1日平均出せるじゃん。はいはい。ワンキャスト1分、まあだいたいバイブレーションとか速い釣りで30秒、はい、まあ、フローティングとかだと1分だよね。でやると実兆1時間1時間あたりのキャスト数が出てきてさ、そこから超高日数とかかけていくと年間のキャスト数がざっと多分奥行ってるような気がする。奥の男。でも300回ぐらい投げてますよね1日ね。そうだね、うん、少なくても、うん、300×です。まあ年間1万回ぐらいキャストしてたら、うんうん、100年100年あれから100年ですね。本当にそこに繋がってっちゃうアワーワードですね。奥キャストした男、60歳ぐらいの人が言うとあり得るかもみたいな感じで信憑性が出てくる。だから結城が50歳から60歳になった時そういう代名詞に変えたらプリンスじゃないんでもうみたいな。奥越えキャスター大野結城。君は奥投げたのって。あの真面目さんにそういうコピー使ってもらってさ、もう振り返らないじゃないですか。さ、ある程度年取るとさ振り返らないのもバックがそうだからじゃないですか。振り返れないでしょ、体が固いだけど。振り返れない。俺も振り返らないけど振り返れないだけだから。村岡正則は振り返れないな。まあそれはしょうがないよねみたいな。しょうがない。みんなそうだよって。それはしょうがないよもう。振り返っちゃいけないから。
たまに釣るのそういう時だよね。やっぱちょっと無理な体勢してなんか取ろうとしたり、それこそこういうグリップとかが引っかかってあれあれっつってこう直してるうちにさ、なんか突然脇腹釣ったりして、もう全然ダメよそういうのが、なんか柔軟性がなくなる。はい、じゃあそういうことで、はい、今日はなかなか頑張って、まあ5時間ほどなんですけど頑張っていただいたんですが、やっぱこのままじゃ終われないって感じだもんね。終われないですね。明日明日とか言って、まあ近いうち早急にね第2回、だから各ゲストランカー釣ってもらうまで続けるみたいなさ、したらね、卒業、その年卒業できる。毎年1本は釣っててもらおう。クボスさんだから21年は OK だから22年もやってもらってみたいな。ケンさんも75度までだったからもう1回してもらって、この雪も今55センチだったんだよね。まだまだですね。ああでもね、雪だったとだったらね、一年中どこでも狙えるじゃん。うん、やっぱ東京は詳しくないゲストだと、やっぱ秋のいいシーズンにバチって潮も3ヶ月前ぐらいから決まってる、あるじゃん、そういう日、はいはい、そういう日に合わせるとやっぱいい釣りしてもらえるんだけど、雪とだったらね、パンと食ってドンとね、楽しかったね。うん、そうここが浅いからさっつってね、気になるとこいっぱいありますからね、うん、ちょっとそういう釣りをしましょうね。はい、ということでじゃあ今回はちょっとランカー行きませんでしたが、またすぐにね次回やりたいと思います。何かありますか、次回のおやつもお楽しみに。あ、そのためにも毎回やりたいね。そうなんですよね。はい、じゃあそういうことでご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また見てください。ね、またちょっと全然違う方向性で鶴のオブラがね、生菓子持ってこようかな。これは卒業して大野ゆうきのスイーツ会を取ろうよ。取りたい。俺のガレージ、はい、いいっすね、はい、スイーツパーティーしましょうか。今度カフェ開く。あ、どこで。今度言う、楽しみですね。そこのカフェでスイーツ会やりましたね。いいっすね。はい、ということで締めます。お疲れです。お疲れ様です。